どうも、季節です。午後は京都駅です。今回の動画は伏線構えの奈良線をじっくり見ていきたいと思います。ということで、ここ京都駅から乗車する列車は宮古寺快速奈良行きに乗車していきたいと思います。ということで、宮古寺快速が京都駅を出発します。次の停車駅は東福寺です。この駅で京阪電車と乗り換えができます。奥には京阪電車3000系が見えます。列車は桃山駅で運転停車をします。発車します。ご注意ください。停車駅の富士蔵駅に到着です。この駅は地下鉄東西線と乗り換えができます。このように伏線化ができているところでは車両のすれ違いができます。
は終着駅ともなります常陽駅に到着です。普通電車常陽行きはここで折り返していきます。側から鴨方面からやってきた大和路線が合流してきます。左側には学研都市線の車両が停車しています。ということで岐阜駅に到着しました。宮古市快速が通過しますが、大阪方面へ向かう大和市
じ快速は停車します。左側には吹田総合車両場七支部からの線路が見えます。ということで奈良駅に到着しました。この駅で山取線や万葉まほろば線など乗り換えができます。と本来はここで動画が終了だったのですが、伏線化工事完成後の全面展望を撮影したのでここで紹介しておきたいと思います。ということで木津駅にやってきました。ここで宮古寺快速京都行きに乗車して伏線化後の全面展望を撮影していきたいと思います。ということで、ここからの区間が伏線化工事で伏線化された区間となります。右側には JR 205系の列車が停車していました。
京阪宇治線の大幕駅があります。列車は御幡駅を通過していきます。6時増駅に到着しました。ここで京都市営地下鉄東西線とは乗り換えです。6時増駅は今回のダイヤ改正でホームが京都側に移動するということで、奥には新しいホームが見えます。6時増駅を出発していきます。今見えているのが新しいホームです。を通過していきます。ダイヤ改正前はここ桃山駅で現場次回速奈良行きは運転停車をしていました。JR 富士の森駅を通過していきます。今回の北線化工事はここ JR 富士の森駅までだったということで、今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。